私、木之本さくら。中学生になりました。ある日、不思議な夢を見たの。すべてのカードが揃ったとき、それは終わりへの始まり。レディース！カードキャプターさくらクリアカード編、2018年1月7日 NHKBS プレミアム放送。